正面行ってみよっか。うん、ただのライトか。君はなびきじゃ。ポピーに言われて。どこで？助けに来たんだ。え、何お前。ここはもう出遅れだ。犬の日。うん。ここキャットナップの家。奴らの家。今まさに無数の目が見つめている。どうしたの？とてもお腹を空かせている。君の柔らかい体をゆっくりと引き裂いて、うん、その描写怖いから少しずつ食べたいと思ってるんだ。こと細かに言うのは怖いから。空っぽの心をたっぷり満たすために。え、なんだお前。あの化け物キャットナップ、プロトタイプを神のように崇め、このように異端者を懲らしめている、はいはい、異端者。小さなおもちゃたちは死を恐れてキャットナップに従うんだ。あー、そういうことか。そして餌をもらう、うん、ああ抵抗したさ、プロトタイプの支配に。僕はスマイリングクリッターズの生き残り。おめえいいやつか。よく聞いて、君はここを抜け出して生き残るんだ。犬の家。君とポピーならできるよ、うん、頑張る。この地獄と苦しみを終わらせ。ああやめてくれ。あ、起きてる。いいわあ、やめろ、やめろ、犬の日。ああ、犬の日。あ、犬の日が僕を食べる日。さあ、また犬の日のところへ持ってきました。そっか、おもちゃ同士でも派閥があるんだ。やめてくれ。ああ、ここまでね。待って、ここ開かないのか。逃げろ。ああ、でドッグで、ドッグで。待って、怖い。あ、でもここ開かないじゃん。え、どこ行くの。じゃあ、え、どこに行けと。いや違う、犬の日が来てる。どうしよう、閉められるんだもんな。こっち側に逃げそうな感じするよね。だけど閉まるんだよな、この下か。え、どこ行くんだ。で、ドッグで。ね、閉まってるな、やっぱりな。無理か、無理か。どこへ。こっち閉める。無理だ、こっち。いや無理、開かない。あ、無理無理無理。え、無理なんだよな。え、どこ行くんだこれ。やめてくれ。さあ、またやってきました。あと怪しいとしたらここだよな。ここ打ちまくるとか。やばい、来る。いや無理か、燃やせるとかじゃないのか。ジャンプか、ジャンプ。オッケー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 。でもどこへ。オッケーオッケーオッケー。怖い怖い怖い。なあ、ドッグ誰か来てる。わあ、どこ行くのこれ。犬の日。どっち。ああ、ダメじゃん。犬の日、犬の日。犬の日は僕を追う日、僕は逃げる日。あ、待って待って、どこ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 、こっち。なあ、来るなよ。今お前らにかばってる今ないんで。ああ、終わった。くそ、まあ、あ、落ちた。うひょこんなに自然にうひょーっていう人を見たことある。よし、もう一回いきます。ここジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。いや、ジャンプ関係ないのか、時間かこれ。うん、時間で割れる仕様なのかな。どうなんだろう。割れろ。オッケー、割れた。まあ、時間ですね。さて、どこへ行くとへ行けばいいというのでしょうかね。ちなみに左はない。一本道か。で、こっち。はいはい。ふう、振り返らず、振り返らず。あの優しかったドッグデーが右だったのかな。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。でもね、さっきね、一応道あったと思うんだよな。で、ここ落ちる、落ちる。で、こっち逃げる。よし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 、合ってる気がする。どっち、右に行くぜ。真ん中かな。そんな変わんねえんじゃないか。来るか、ドッグで。お前来んのか。お、負けたか。どっからドソス。なんか後ろから来てる気がする。あ、これ待って。あ、これ使うのか。あ、やっちゃった。あ、分かってたんだよ、分かってたんだけどね、間に合わなかったんだよ。よし、行くぞ。こっち行って、こっち行って、ここ落ちる。で、
そっち逃げる。どうしよう、違うルートもありなのかな。真ん中行ってみよう。はい、まさかその三択失敗で死ぬなんてことはないよな。全然違うところ、いや同じだ、繋がってる。で、ここ2番に変える。よし、オッケー、オッケーと、やったー。なんかいっぱい逃げるルートあったっぽいな、きっと。こっちに変えとこう。よし、逃げ切れた。ドッグデイの、ドッグデイ、うん、命令何？行け行け、遠くまで。え、なんで突っ立ってんだ。ここにいちゃダメ、さっさと行けよ。ドッグデイの断末魔を2回も聞くなんて長えな、長えな、すげえな。ロングスクリーム、リンキンパックか。電話来てる。ねえ、大丈夫だった？怪我とかしてないといいんだけど。うん、本当に無事でよかった。もうこれ以上友達をなくすのはごめんだからね。ねえ、神殿は見つかった？何そのワード。キャットナップがプロトタイプに作った。あのね、うわ、実はキャットナップがその、狂ったのは、大きな事故に巻き込まれたのがきっかけみたいなの。事故？死ぬところだった。でもプロトタイプが彼を救ったと噂されてるんだ。自分の自由と引き換えに彼の命を。キャットナップにとってプロトタイプはスーパーヒーローだ。この場所を救ったからね。プロトタイプを神様とみなし、逆らう者を皆殺しにしてる。気をつけないと僕らも殺されちゃう。あの神殿怖いと思った。どれのこと？あれくらいでビビってるなら、この先にもっともっと怖いものが待ってる。とにかくゴールは間近だよ。新しい鍵を用意した。お、マジか。次はカウンセラー室に向かってもらうからね。危ないけど十分な電力があるはず。あそこにあるジェネレーターを動かしてつなげれば準備完了さ。それとキャットナップに注意して。今更？この影やチカチカした明かりの中に奴は隠れてる。あ、マジか。あいつはまず獲物を観察する。そして持ってる武器を取り上げちゃうんだ。そうやって相手を弱くして殺す。あいつは狩りの天才だからね。注意して、また後で。アドバイスばっかじゃなくてもう手伝ってよ。で、もう電力は大丈夫なのかな。うん、てっきり学校からまた引っ張ってくるのかなと思ったけど。じゃあもうこれで、え、どこに行けって。カウンセラー室。あれ、ここの機械止まってるじゃん。なんで、誰かいじくった？ん、こんな水出てたっけ。どんどん壊れてきてんのか、このプレイケアが。カウンセラー室、カウンセラー室。うん、海外では結構ね、気軽な感じでカウンセラーってあるらしいね。これか？カウンセラーズオフィス。そこか。あー、それが神殿ってこと？ていうか、明かりが夕日っぽくなってるな。なんも本当にトゥルーマンショーみたいな、ここ。さて、じゃあここ。ついにキャットナップが来る。そしてなんだ？武器を取り上げるって？はあ、つまり俺のこのね、銃を取り上げられるってことか。始まる。行ってみよう。あー、もうドッグで辛かったな。こっちか。よし、行くぞ。オフィス、物陰とか、チカチカしてる場所にいると。あー、でガスマスクも使ってくんだ。あれ、どっかにバッテリーあった？いや、ないよな。ん、あ、上か、そこの上。あ、あるな。オッケー、こっから取るんだね。よし、オッケー、行ってみよう。これは別にグリーンハンドが必要なもんじゃなくて、いや一応こっちにしとくか。いやだけどこれが使えるのって、あのちっちゃいさ、
あのスマイリークリッターズだっけ、やつらだけなんじゃないかな。あれ開かない。ん、今この様子もキャットナップは見てるってことか。バッテリー、バッテリー、あ、外すのかな一旦。それを外す、その使い回せるもんな。ってなると閉じ込められちゃったよ。まあ、しょうがない。一応微動デッキあんの。あ、あった、白いテープ、これ見てみよう。で、映る場所はそこ。はい。ん、なんだ、ん、なんて、アラート音、なんか警告っぽいのが出てる。次のメッセージはグリタイム社の従業員に向けたもの、はい、誰から。午前11時01分東部標準時、未知の敵対勢力がグリタイム社の施設内に存在することを確認。敵対勢力、施設内の従業員は直ちに緊急避難プロトコルを開始せよ。所持品は一切持たず、敵対勢力に近づかないこと、避難経路が使えない場合は隠れられる場所を探すこと、毛布やクッションで体を覆い音を立てないこと、窓は一切覗かないこと、いかなる場合もドアは開けないこと。めっちゃ怖いじゃん。誰とも目を合わせては、目を合わせちゃいけないのか。なんだ、敵対勢力ってつまりおもちゃたちのことか。そのプロトタイプ率いる、ああ、そうね、キャットナップとかそっちの派閥が敵対勢力として扱われてたのかな。暗いな。うん、これ明かりになるのいいね。結構残ってくれるし。もうなんもない。やめて、怖いわ。はい、どっかで見てんだろう、キャットナップ。だからほとんどのおもちゃたちはあのドッグでと同じような気持ちだった。ああ怖い。うん、気持ちだったんじゃないかな。で、あのドッグでも、うん、子供たちだったのか。いや、あれは別に違うのかな。ハギーワギーとかマミーみたいな。で、またバッテリーが必要。ん？で、ハギーワギーとマミーはさ、別にさ、そのプロトタイプを進行してるとかそういうわけじゃなくて、もう単純に行かれたやつらとかだったんかな。いや、でもハギーワギーはなんか、そのプロトタイプに命令されて主人公のことを襲ってたような感じするけど、マミーはあれ楽しんでたよな。なんだ、え、なんか音聞こえる。うわー、でっか、あれキャットナップ、あんなでかいの。まあまあ、そっか、確かにあのタイトル画面の感じで考えるとあれぐらいか。あ、その奥にあんじゃん、バッテリーあったわ奥に。で、これを入れる。し、ラン。走るぜ。けど、周りもちゃんと見たいよ。来るな。ついにキャットナップ戦か。この奥は開かない。そこは開いた。うん。なんもないね。よし、行こう。ここも開かない。あれ？そこも違うのか。あれ、行き止まりじゃん。あ、上だ。よし、行こう。で、どっちだ？まず一旦こっち。いや、なんもないわ、ごめん。じゃあ、そっち。はい。え、なにここ？え？おかしくね？急にこんなの。何っこ？ちょっと明るさ欲しい。え？この空間なんだ？広っ！
2番だね。はい、こっちに行く。ママ行こう。あれ、またここじゃん。恐ろしい。まあ地下施設だからこんぐらい掘ってたのか。いや、元から天然であった、うん、こういうところを利用してプレイケアを作ったのか。ここなんかある？なんもないか。じゃあ浮いてみよう。あ、パズルですね。一旦これ浮いてみよう。うん、はい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 。これが2番。うんうんうん。で、またこれ。あ、これは普通の柱か。え？ 1 番どこ？あ、それか？ 1 番だね。じゃあ普通の手に、まあこれでもいいか。して、ぐるっと巻いて、2番。あ、それか。2番。はい。あれ？足りないってことか？あ、違う。これで、ちょっと待ってね。はいはい。じゃあ左手だ。左手で、ここ巻きつけたら、はいはい。ジャンパッと出るから、これで向こうまで行く。で、巻いて、もう一回戻る。失敗した。じゃあ戻ります。高さ足りてんのこれ。もう一回。いや、そもそも、いや、これ無理だと思うな。あっちまでは。違うところか。あっち側？いや、あっち側も間に合わないでしょ。そもそも考え方が違うのか。一旦戻す。1番取る。何、なんか落とした。こうする。で、あ、なるほど。一旦これ下げるんだ。うん、うん、で、これで向こうまで行ったらそこには届く。で、これで見づらいけど上に、はい、登る。で、ここくくりつけての2番ドンってことか。なるほど。で、足場が1個そこに出てきたから、これも普通に行けるってことか。でも怖いからこれで行こう。はい、もう一回ジャンプ使って。うん、あ、オッケーオッケーオッケー。普通にあんじゃん。よし、じゃあ行こう。はっ、うん、面白い。オフィス、結局戻ってくんのか。カウンセラーオフィスに、きっと。へえ、ちゃんと銃にしとこう。いつでも来いや。どっから行こうかな。そっちから行こっか。なんかチャンチャンチャン聞こえた。開かないのね。じゃあこっち。うん、ん？テレビがあるけど、これはビデオデッキがないから。 あるわ。ピンクのテープ、探してみよう。あ、普通に置いてあった。助かる。よし、じゃあ見てみましょう。ん？人だ。君は誰だ？あ、これはハートマンご夫妻。どうぞこちらへ。さあ、おかけください。見学はいかがでした？その予想を超えました。ルートビッヒのスピーチを聞いて、ここの素晴らしさを確信しましたよ。本当に魔法みたいな場所なんです。入った瞬間から我が家のように感じました。入り口のドアを開けた瞬間に感じました。二度とここを出ることはない。まるで子供の頃に住んでいた家を思い出して心が落ち着く感覚。それでジェルミーにもそういう家を？はい、養子に迎えたいと。ああ、なるほど。素晴らしい。お二人ならきっとあの子の。何か？そのとても複雑な事情があるようで。事情って？あの、どんな事情なんです？わかりません。そのテスト中
とだけ。どういう意味です？教えて、どういう意味？グレイバーさん、ちゃんと説明してくれませんか？ねえ、担当者でしょ？どうしてわからないの？どうして今になってそんなことを？あ、私、すいません。なんだ？ん？途中どういうこと？つまりそのハートマンご夫妻っていうのはこの孤児院にいる子供を引き取りたいと、養子にしたいと、うん、で来てくれたんだけど、なんだ、二度と出ることはできません。まあそれはつまりこのプレイキャテ施設は子供をおもちゃにする研究を、あ、いや、子供をおもちゃにするって言い方すごい嫌だな。まあそれでその担当者だったあの女性は養子に迎え入れたいと言ってきたけども、まあ渡すことはできないわけだよね、きっと。じゃあそもそもね、そのご夫妻をこの施設に迎え入れたのはおかしい話だよな。もしかしてその子供たちの中でもさ、その被験者として適性があることなかった子がいたりして、その養子にしたいと思ってた子が適性がある子だったからお渡しできないっていう、そういう感じかもしれないね。あれ、ていうかどこ行けばいいんだ。あ、こっちもあるのか。あー、いた、あったー、これだ、鍵。なんでそんなとこ隠してんの。いや、まあそんだけ見られたくねえってものがあるんだろうな。開けちゃおう。君の見せたくないものを僕は全部見ちゃうよ。お、ユニコーン。ねえ、私クラフティーコーン、うん、お絵かき手伝ってくれる？青色お願い。どうも。次は赤色をお願い。何書いてんの？朝が欲しいわ。ちょっと怖いな。怖いな。君が赤色を隠したでしょ。きっとそうよ。怖っ。急なヒステリー。あー、よかったわ。ねえ、あ、終わりか。出せよ。一応進んではいますね。エレベーターある。ここは？なんもないかな。オーリーに電話したいな。どこに行けばいいか全部細かく説明してくれないと困るな。こっちは何もない。うん、上に戻れるね。よし、じゃあ行こう。まあ戻れるというか、どこが戻るかも全然わかんないけど、そっちも行ける。いや、行けない。ちょっと待ってね。じゃあそっちか。はい、よいしょ、 OK。 よし、暗いな。いや、この明かり出せるのすごい助かるね。チカチカしてる。ほう、そっちは開かない。うん、チャットマップ来るんだろ、もう来るんだろ、来るんだろと思いながら、もうどんぐらい時間経ってんだよ。来るんだろ、最初から待ってんだよ俺は。ん、あ、ここなんか赤い感じしない？ F ボタンね、ガスマスクは。やばいと思ったらすぐかぶろう。開いた、やばい、はい、かぶります。ふう。で、ここはバッテリーが必要。あ、あれだ、キャットナップが元気に走り回ったところだ。そうね、ここ開けときたいな。あ、こっからさ、あそこもう、あそこのバッテリーはもうないのか。あ、あるわ。よし、じゃあこれを使って、めっちゃ見づらい、そこはめる、すると開くようになったとか、そういう感じなのかな。はいはい、 OKOK。 チャージが必要ね。でも明るさも欲しいから、これちょっと持っときたいな。うん、見づらいな。まあしょうがない。こっちは、あ、全然見えねえ。だからグリーンハンドでチャージできる場所、それを僕は探してるわけですよ。うん、こっちでもなかった。この部屋は、ん、あ、開く。わー、こっちも必要な場所か。
元電源は？ちょっと見やすくしとこう。うん。あとそっちみたいのか。開かない。最終的にここを開けたいんだ。ん？あ、あった。オッケー。じゃあこれでグリーンハン取って、まずはあれここだったっけ？違う。そっちか。ん？あそこ？あ、開くわ。あそこ。はい。全部一斉にあんのか。そうだね、そこもそうだ。1,2,3 箇所。うん、こっから全部いけんのか。はい。ってことで、1、あ、出てるね、メーターが。そこも2、して、3。OK。開いた？開きました。OK。で、ここは多分大丈夫。外します。ふぅ、クリア。やばいね、そこ。で、またバッテリー必要なんかい。あれ？ここって知らない場所？もうすでに起動してるけど。あれ？ん？ん？そうだよね。ん？はい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 。一旦自分乗るんだ。ん？掴んどいて乗って引っ張る、すると上に上がれる。それから、あー、これ開いたいんだ。最終的にこっちに行きたいって話なのか。じゃあ一旦降りたいな。こっから降りれる？降りれる。よし、まずこっちのパズルを作る必要があるんだね。わあ、広い。何がどうなってんだ。まずそこ。これは、そっちに向いてる。これは、そっちに向いてる。なんか合ってる感じじゃない？ん？あ、待てよ。これを、回転。あれ？できない？あ、じゃあ、一旦これ外すのか。外して、これを、そっちだ。うん。で、やると、そっち行ったで、あ、もう終わった？あれ？ここに電力、あ、来たね。よし。じゃあ、これでいけるわ。はい。こうして、むず。はい。こうして、こうして、むずいな。待ってね、もう一回。こうする、こうする、こうする、うん。そして、もう一回。はい、こっち。で、バッテリーあるんだけど、ん？バッテリーかこれ。あ、壊すんだこれ。バキュン！違うの？あ、違うの？これ今引いても、あ、OKOKOK。これでオープンした。バッテリーが2個必要。このバッテリーを落とすんかな。そんな感じしない？うん。OK。じゃあ、一旦下に降りて、これ落としてみよう。はい、おいで。うん、割れた。よし。で、これは一旦1個で作動する、ここ。するともう一個あるわけね。うん。で、これも持っていきたいから、一旦こっち持ってくる。そして、一旦そこのレバーを戻してからの、これの向きを、そっちにして、掴んどいて、引っ張る。そしてエレベーター起動して、いいね。で、またこれを落とすと。はい、おいで。よし、来い。うん。よし。で、これを持って、2つ必要なんだよな。だから、こっち、あ、待てよ。もう一回いれば、戻します。で、そこのバッテリーも、もう、いいっしょ？あれ？
あ、取れるね。よし。で、こっちに置いとく。うん。順調ですね。はい。で、レバーを引く。うん。で、上に参ります。オッケーオッケーオッケー。で、これをはめるだけと。よし、いいね。さあ。これでもう一回。あ、違う。これはいいんだ。電力がいったけど、ここ開かないんだ。もう一回、あれやるか。こっち。こうするだけでいいはずでしょ？はい。うん。上にバッテリーがいってる状態で、あ、待って。そこにもあるな。あれの向き変えたいな。あー、なるほど。今、レバー引いてるからだ。はい。一旦戻す。そこの角度変える。そうだね、こうだ。よし。で、そこお願いします。さあ、どうですか。うん、これで開いたんでしょう。ってことで、ん、リターントゥーザドーム。あ、戻るんだ最初のとこに。上に戻るにはまた来られた。戻して、これの向きも変えて引っ張るだけと。はい、よし。開いてるよな。 OK、 開いてる。なんだこの音楽。ん、どこに行くんだ。ん、何の機械。あ、リターントゥドームだから、そっかそっか。単純に戻るだけ？ん？そうだよね、きっと。あ、待って、そっち行けんじゃん。こっちからだ。はい。よしよし。オッケー。いや、この、あ、待って、危ね。はい、ガスマスク。この狭いとこを通るのは逆に安心だよな。あと、キャットナップ絶対さ、でかいから。取れないじゃん。よしよしよし。で、ドームに戻って、あと行ってない場所ってどこだっけ。わあ、ガスやばいな。ここは、あ、そうね、これもう戻るだけのところかな。うん、うん、あれ、これ知らないな。あれ、バッテリーが必要。うわー、びっくりした。え、誰、え、キャットナップ。これゲームオーバーではない。あー、これゲームオーバーじゃない。え、ここどこ。あ、なるほど、これ赤いガスで幻覚見てんな。なになに、完全に幻覚だ。何出るか分かってる。なん、それはこっちのセリフですけどね。え、いや、これってさ、つまり幻覚、自分の中にあるさ、恐ろしいものを見てるわけじゃん。うんうん。だからやっぱり過去のことを悔いてるんだよ、主人公は。責めてるんだ。何が起こったか分かる。子供がいる。うわー、なんだろうこれ。これが真実だな、きっと。このプレイキャーで起きた主人公が昔10年前に見た景色だ。何をしたってんだ。私たちが誰か知ってる。そうね、ポピーも多分もともとは子供だった。あ、あれミス・デイライトだっけ。多分そうだ。そして終わらせる必要があるでしょう。そうだね、これプレイハウスだ。わあ、すげえ話だな。何が現実か知ってる。これは今幻覚だけど、これが現実
だったわけでしょ。で、自分で自分をね、やっぱり責めてたんだろうな、きっと。ハギーバギー、電話が鳴ってる。ん？ここは？子供の絶叫ではないよな、なんか。ん？ああ！来てんじゃん。全然気づかんかった。あれがプロトタイプだ。電話が鳴ってる。だから、オーリー君の電話で、起きることができた！なんで俺は一回許されたんだ。はい、去ります。割とみんな一回許してくれるよね。見たなって感じで絶対に許さないキャッツじゃないんだな。あ、はい、私もう帰ります。確かこっちだよね。あー、オッケーオッケー。あ、帰れる帰れる帰れる。うん、こっちから出れる。うわー、なんだオリー、逃げんなよとか言ってくんのか。むし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 。何かがおかしい。カウンセラー室からコードを回収して像の下に差し込んでほしい。あ、そっか、やんのか。電源を 100% にするんだ。頑張って。これね。まあここまで来たら、まあやるきゃないけどさ。キャットナップの声すげえ怖かったぞ。はい、ここに入ります。そして、はい、つなげると。うん、ちょっとだけ足りないみたいだ、ね、なんで急に英語。最後の鍵を送るよ。さっきポピーが天井を作動するのに使ってたのと同じ鍵だよ。もう一度あの場所へ行ってコードを探して、そしたら電源は十分だ。ん、つまりどこの鍵。スカイドーム、ポピーとキシーミシーと会った場所。あと 4%。うん、ってことはホームスイートホームの上ってこと。キャットナップ一回許してくれたけど次は許さないよね。で、これか。うん、ここ。ん、あ、これか。これを持ってくればいいんだけど絶対に邪魔される。絶対やってくる。よし、よし、行くぞ。ラスト 100%。 いけいけいけ、タッチダウン。オッケー、これで十分なはず。うん、そのでかいバッテリーをガス製造ゾーンに運んで、ここから一緒に脱出しようよ。ケーブルカーのすぐそばに見えるあの扉だよ。頑張って。なるほど、あそこね、ガス製造ゾーン、最初の方に行ったところだ。あの奥だ。あれ、俺もう全部施設回ったっけ。あ、もう回ってんのか俺。ちょっと見して。行ってる。カウンセラーオフィス。ん、おもちゃ屋行ってないんじゃない。トイストアで、ホームスイートホーム、学校、遊び場。おもちゃ屋って行ってなくね。そこ、え、行ってないよね。いや、どうせ行かされるってことか。あの奥、あそこね。まあとりあえずガス製造ゾーン行きますか。よし、ここだな。もう久しぶりに感じるわ。ここ入れる場所どこだ。オーリー、そこも教えてよ、ちゃんと。あ、あれだ。そうだね、そういえばもう一個。うなんだよ、来んのかよ。あ、待って待って、これはつけなきゃやばいんだ。え、あれ、ま、マスクない、マスクない。え、あ、マスク取られてる。そっか、言ってたもんな。キャットナップは奪っていくよって。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、上がって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 。うわー、こいつ怖ー、怖ー。ポネポネシーンだ、意外と。え、どこまで行くのこれ。で、主人公マスクなしで大丈夫なの。ひゃー、いや、まだ終わってねえぞ、まだ終わってねえぞ。はい、一回ロード入る。
さあロード開けて。ここは？ん？お、着いたのか。え？サバイブじゃねえよ。生き残るじゃねえんだよ。あ、テーパル。見ておこうじゃ。はい。うん。バリバリじゃん。ログコード24459。これは実験体1006。プロトタイプだ。はいはいはい。性格は頑固で、これまでのセッションでは大抵無口だったが、毎回新鮮なデータを発見している。今日の発見は。ん？うん。ログ終了。うん。話す気になったかな。私、質問がある。これがプロトタイプか。続けて。お前は何か感じる？はあ。それは何に関する質問なのかな。突いて、殴って、切り裂く。感じないか。お前の中の秘密だ、1006。計り知れない価値が、私が切って、ついて、焼くたびにそれは、どんどん近づいているんだ。だから話せ。話すな。抗え。訳しろ。どういうこと？どちらにしろ、毎日お前のことを新しく学んでいる。興奮するよ。ありがとう。私に礼を？もちろんだ。私もお前について学べる。毎日な。とんでもねえもん作ってんな。え？え、つまりそのさ、まあどういう生物を作ろうとしてるのか分かんないけどさ、あれってエリオットなのかな。エリオットの声っぽいっちゃっぽかったよな。え、なに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 。ちゃんと聞こえてる？はまる時間がないわ。ポピーちゃん、キャットナップがそっちに向かってる。あなたが今いる部屋はもともとセーフルームだったの。今は別の意味であなたを守ってくれるわ。操作方法を見つけて、光っている箇所に片っ端からバッテリーを入れてみて。ああ、分かった分かった。待って、ちょっといろいろ話したいことあるんだけどさ、うん、子供たちの体からさ、臓器が抜かれてたりとか、そういう話はあったじゃん。このプロトタイプっていうものを完成させるために、うん、いいわ、やってたんかな。よし、何がいいのこれ。廊下の中央を見て、それぞれ2つの部屋がある。左と中央、右よ。部屋の中には緑の宮殿でシーバがある、はいはい、操作すればキャットマップが来る前に廊下を封鎖できるわ。やってみて。絶対間に合わないって、絶対間に合わないって分かってんだって。お？ああ、これはここの電源ね。結局このプレイケアって施設もさ、そのプロトタイプを完成させるための施設とかそういうことだったんかな。これはなんだ？そっち側に行くためか。うん。片っ端から入れてと言われてるから、まあこれは4つ必要なのね。じゃあ最終、もう最後だ。ここ、はい、入れる。これは何の意味があるんだ、この蒸気は。ここ、あ、開けれる。うん、オッケーオッケー。でバッテリーがある。あれ、あ、時間か。待ってね、こっちの方グリーンハンドに変えておこう。通る、あ、取れない。電力がないのか。これ一旦開ける。とりあえずバッテリーを、あと入ってない場所、この4つか。はい、入れとこう。あれ、入んない？あ、まだ入んないのか。ここにはまだいらないよとか、そういうことってなると、いや別にもういらないな。とりあえずじゃあ行ってみるか。あ、いけない、いけない蒸気が出てる。で、これ外すと、ああ、ダメか。
あとちなみにこっち側って奥の方見てないけど、繋がってるだけ。こっちは裏側あんな。ほう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 。うん、あっちがバッテリーがあるゾーンでしょ。後ろぐるーっと回れんな。けど特に何もない。あれ、そうね、蒸気があっていけないところ、そっちに行くと。ちょっと待って、見づらいからちょっと待ってね。うん、明かりつけてみよう。上も特に何もないで、一周するだけ。うん、キャットナップはまだ来ない。じゃあやっぱりここの謎解きをしっかりやらないと。あ、これ引っ張れるか、両手で。うん、いける。あれ違うのかな、違うな、無理だ。あ、そっちはあんのか、ここ。うん、取って、これをそっちか。はい、開ける。電力取ってそこつける。やった、キャットナップが来たら、うん、それを使って幻覚を見るかもね。現実と幻の区別がつかなくなる。その時はキャットナップを炎で照らしてみるといいわ。炎ってのはこれか。そこまで来てる。え、少し耐えることができたらあいつを倒せるかも。ちょっと待って、むずいな。どうすればいいんだ。その周りのスロットにバッテリーを一つずつ入れてみてくれる。はい、これでやっとできる。うん、来るのね。来てるわ、来てる。え、来てる。で、邪魔する。待って、そこにいない。この蒸気があれば邪魔できるんだな。え、いた、いる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 。ちょっと待ってよ。ん、幻覚かもしんないってこと。何匹かは。で、それを確かめるにはこうする必要があると。で、グリーンハンドも必要なわけでしょ。これ本物偽物どっち。ん、そっちからも来てる。うわ、なんだこれ。ちょっと頭の整理ができてない。さあ、またやっていくんですが、結局さ、これに入れる、あー入れれないのか今で。キャットナップ来るからちゃんと蒸気を出す必要があると。はい、お前は本物か。本物かを分かった上で逃げる必要があるってこと。ん、あれは偽物ってことじゃん。偽物だってことで、こっちから逃げる。いやー、待って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 。あ、なるほど、ここを拠点として耐えるってことか。よし、じゃあもう一回いきます。1個入れる。まずどれが本物かを見極める必要があると。で、来てるところに蒸気を出すようにすればいいってことだよな、きっと。分かった、ディフェンスゲーだ。それは偽物。ん、偽物だな。そしてここ大丈夫、蒸気出しといて OK。 ここの蒸気出すにはどうしたいんだっけ。ん、これ偽物でしょ、偽物。うん、でお前は、あ、違う、これ本物だった。なるほど、だからなるほどね。よし、大体分かったぞ。ここを拠点にするディフェンスゲームで偽物と本物がいるわけで、本物が来ているところに蒸気を出す。これは本物っぽいけど、ここの蒸気ってどうやってやるんだ。いや、これもう逃げるだけか。逃げよう、こっちに逃げる。したら来れないということなんではないでしょうか。え、ここに立てこもり続けるのよくないな、きっとな。あ、これか、これだ。だから待って、ちょ待ってね。多分これ拠点の方に来たらもう終わりなんだよ、キャプテン。ああ、そうね、なるほど。あーって、チャージしてそこにやったら蒸気出るんだ、きっと。よし、行ってみよう。大体分かったぞ。
やるべきことは。それは本物ということで、チャージにしてこれするでしょ、で引っ張る、でここドンで、これなくなった、うん、で引き下がると、でそれは偽物で、次の本物はこれ偽物ね、いないいない、こっちとこっちは大丈夫、ずっとちょっと出してあるから、よしよし、うん、でここの蒸気を出すにはおそらく中、なにプリーズインサート、あ、バッテリー入れてくれと、マジか、なるほど、じゃあ出すしかないんだ、ちょっと入れてくれよ、 OK 入った、ってなるとこれ偽物、なんだ、上開いた、上開いた、うわ上いいんじゃないかよ、え、あこれ引っ張る人なんだ、あ両手で、はいはいはい、引っ張らないと危ないんだね、ふう、なるほど、面白いゲーム、それは偽物、偽物、でたらめ、あれ本物、本物だ、だからチャージ、これ引っ張る、で、はい、オッケー、うん、どっか行った、ふう、で、チェック、お前は、偽物、あー危ない、また上がかる、ダメ、見ないで、見ないで、ちょっと待って、両手、よし、あ、行き、あ、片手でも行けたわ、なんだ、よし、そして、幻覚怖え、これ偽物。いない、それ本物か、本物だな、あれそっち行った、本物、本物だ、消えない、だから待って、バッテリーも入れたいの分かるよ、分かるけどちょっと待ってくれ、でそこをドン、よし、でここのバッテリー取ったらそこが取れないから良くなって、でもこれ取ったら電源落ちるんだよな、でうえー危ない、よし、オッケー、電源落ちるの怖い、偽物来てる、どこから、え来てる、ここ大丈夫、とりあえずね、大丈夫、あれ本物だ、偽物、またか、ダメだって、ダメだって、開けるんじゃない、偽物、そっから切る、来てない、ヒュー、でバッテリー、次のバッテリー、はい入れたいんだ、これじゃあ取るか、しょうがない、取ってここ入れる、でここ怖い、大丈夫ね、大丈夫、この本物か、本物だ、よし、ここは慣れてるから大丈夫、よし、で開けて、はい消えろ、よし、いいね、そんで次は、待って、チェック、偽物、偽物か、本物だ、それ本物だ、やばい、こうチャージ、うわあダメだ、くっそ早かった、悔しい、はい、バッテリーが今4つ空いてます、こっからよ、3番、ここが一番怖い、違う、どこだ、どこだ、こっちは違うね、違う、こっち側がね、むずいんだよな、偽物だな、あれ本物っぽいな、お前は本物だ、だからこっちか、待ってこれも、いやこうしよう、こうして、1番にして取って、そこ、オッケー、ふう、おなんだなんだ、これは取れんのか、取った、いた、まさかの、それそうなのか、ああ、取っちゃダメだの、あれどういうことだよくっそ、あれどういうこと、もう少し様子見ればよかった、
よし、バッテリー4つ入ってます。開けて速攻、ここが一番簡単、助かる。で3番、気に入っちゃうよな。うん、そんなわけがないんだよな。よし、そんでそこだ。よし、簡単、ありがとう。開けてこうするだけ。よし、どうだ。バリバリってするときは使わない。で上すぐ来る。すぐ閉めよう。はい、閉めます。で3番にして、いないな、いないな、いないな。あれ本物か、違うな。ふう、これか、本物だ。よし、来た。取ってここ引いて、そこドン。で君は絶対偽物で、そのバリバリは絶対触れない。どうだ、待ってれば何かあんのか。偽物、偽物、偽物。わあ、分かんない、分かんない、本物。よし、でここ掴んで、あー怖い。でドン。よしよし、どうだ。偽物なの分かってる。え、それどうすんだこれ。え、そのバリバリ触っちゃダメでしょ絶対に。じゃあ俺は一体何をすればいいんだ今。うん、耐え続けるだけ今。本物だ、本物だ。よし、そこ、オッケー。まだ、え、どういうこと。なんかするべきなのかなこれで。え、まさかだよな。いや、触るのは別にいいのかな。あれ、待って、ちょちょちょ、締め切れてない、締め切れてない、締め切れてない。危ない危ない。え、どういうこと、今逃げるってこと。いや、まさか。でもこれ終わんないよな、これじゃあ。違う、偽物。ん、本物。もう一回触ってみるわ、あれ。いや、まさかと思うんだけど。あと、バッテリーもう4つ入ってるよな。え、どういうことだこれ。もしかして上から襲ってくるときにやるとか。ん、これで掴む、じゃあダメだよな。あー、なるほど。あ、今か。あ、それで俺が襲いかかっただけなのか。あー、なるほど。このバリバリをあいつにぶち込んでやっただけだったのか。さっき俺何もしなかったもんな。やったー。あれ、あ、プロトタイプ、プロトタイプが手を差し伸べてる。さすが回収班。行くのか。逃がすな。ああ、お前は用済みだと思いきや、あ、そういう回収の仕方。腐っても回収班と。オッケー、勝った。待って待って、あれ、俺の腕が、グリーンハンドがなくなっている。マジか。終わった、終わったんだね。めっちゃむずかった。でこっちで何もないもんな。はあ、でもね、楽しかった。うん、楽しいディフェンスゲームあった。怖かったけど。でもう戻るっていいんだね。オッケー。ふぅ、よしよしよし、キャットナップも退治したし、もうこれでいいんだよな。もう解放してくれるんだよ。いや待ってよ、プロトタイプってのがいるんだもん。絶対終わんないじゃん。オーリー、俺やったよ。あ、そうだ、入れるんだったこれ。やったね、少し安心したんじゃない。いや、だいぶね。キャットナップは死んで、プロトタイプにも一歩近づいたってことだよ。勝利はもう目の前だね。まだ勝利してないと。決意してくれたんだね。残ってポピーを助ける。さあ、もう一踏ん張りだ。もう勝ったも同然さ。本当に？
あのプロトタイプってやつが普通にそんな簡単に倒せるとは全然思えないんだけど。あれ入れない、これを入れた。よし、ボタンは押す。そしてこの端末を再起動。よし、ん、どう、うん、起動します。でこのガスをなんか左にしたいって言ってたよね最初ね。うん、行った。右から左へ。だからなんだってんだ、ん、なんだ、お、電力がこれで完全に復旧したことか。やったー。よし、じゃあこれでドームへ戻ってみるのかな。あれ閉まってる。どこへ、 あ、 あっちか。そっちって行ってないよな。あれ行けない、違うな。こっち行って、あ、そうだ、あ、ポピー、どこ、ポピーどこ、話さないと。最初から言えよ。あなたは同僚たちのために戻った。あ、いた。そこにいたのか。知りたい。知りたい。これが、これが答えよ。それは喜びの時間。ついに真実がわかるんだな。なるほど。そこにビデオデッキあるのか。見せてくれ。うん、プレイタイム社でみんなが働いて、あ、ハギーワギーが暴れたじゃんか。で同僚たちを、あ、食ってる、食べてるわ。でゲームステーションでも、あれはなんだ、マミーか、人間たちを殺していってる。ここは、あー、あのちびっ子たちが、あー、人間食べてる。それは誰だ、ん、あー、先生、あー、先生いっぱいいる、マジか、そうなんだ。え、ハギーワギー、ん、あれキシミシか。わー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 、あんなおもちゃ知らねえ。まあいろんなおもちゃいるんだろうな。で、あれキャットナップだ、プレイケア。うわあ、うわあ、うわあ、地獄絵図だな。こんなことが10年前に。その一瞬一瞬を覚えてる。それはずっと続いたの。苦しいほど長く。みんな隠れたり逃げたり、生き延びるためにね。悲鳴がまだ聞こえる。何が起きてるの、なぜこんなことに。あれは一体何、あれはただの無差別な虐殺だった。うん、みんな殺された。有罪も無罪も関係なく、あんな死んだのに何も解決しない。それであいつらは死体を、うん、絶対に見つからない地下に一人ずつ引きずっていったの。それで死体を食べたの、生き延びるために。マジか、プロトタイプを生かしておけない。絶対にしーちゃん許さないわ。おもちゃがお腹空いてるってわけでしょ。キシーミシーとかポピーちゃんのその違いは何？なんで？何が違ってんの？下に着いたらすぐにエレベーターを戻す。ちょっと待っててね。はい。どうぞ。行っていいの？キシーミシーはどこ行くの？
あれどこ行くの。ああレバーか。乗っていいんだね。行きます。だけどまだプロトタイプってやつがいるんだもんな。はい、よし。キシーちゃんはいいの。下に着いたら用心が必要よ。もしかしたら一体何を。キシー、やだ。うわマジで。うん、戻ろう。やばいやばい、もっと早く。うわ、キシープロトタイプにやられたのか。うわこれで終わんのか。めっちゃ気になる。はい、以上ポピープレイタイムチャプター3でございました。うわあ、悔しいな。唯一味方だったキシーミシーちゃんがやられちゃうのか。はあ、そのさ10年前のその悲劇の日、あの日は偶然主人公は出勤じゃなかったっていうだけの話なのかな。いやまださ主人公がいた部署も分かってないじゃん。多分俺プレイキャラだったと思うんだけど、だってその幻覚見てすごいやっぱり自己嫌悪を感じてたわけじゃん。だからやっぱりプレイケアの人だったんじゃないかな。いやーっていうか1,2,3 ね、ポピープレイタイムチャプター1,2,3一気にプレイしたじゃない。うわーそれはすごい幸せだったんだけど、こんなに気になる展開でチャプター4まで待たされるのはすごい悔しい。やめだけど楽しみだわ。うん、いつ出るのかわからないけど、いやすげえ面白かった。てか今回すっごいクオリティ上がってたね。ボリュームがすごかったわ。うん、チャプター1からチャプター2へのボリュームもすげえなと思ったけど、チャプター2から3のボリュームもまたすごいね。 また倍々になってない？多分そうだよ。うん、まあ今回このチャプター3はね、チャプター2以上にプレイタイム者の謎がどんどんと明らかになっていくっていう、そんなチャプターだったね。いや次がじゃあ多分最後なんじゃないかな。だってこれ以上はいないわけでしょきっと。いやわかんない、エリオットがなんかすごい隠し玉をね残したかもしんないし、いや何にせよすごい楽しみです。そして思った以上にえげつないストーリーでした。っていうかさ、オーリーって何者？